俳優の関口宏が4日、TBS 系サンデーモーニング日曜午前8時に生出演した。V 談田中碧と交際中の鈴木愛理、首でくっきりの見せ中ショット。番組では、サッカーのカタール W 杯で、日本代表がスペインに逆転勝利したことを報じた。スタジオには、サッカー解説者の中西哲夫氏が出演し、日本代表が決勝トーナメント進出した理由などを解説した。その中で、中西氏は、スペイン戦後に代表選手を取材し、選手たちは、次ですってもう言ってましたから。次の試合ですって、すでにもう言ってましたから、などと明かした。これに、関口は、そこで、勝てたら、また、奇跡的なことになるわけだと指摘すると、中西氏は、いやいや、それは奇跡じゃないですよ、もう。ここまで来たらと、たしなめていた。